本日は山口対コンサドーレ札幌、この試合の模様をお届けしてまいります。解説は七海さん、北澤さん、どうぞよろしくお願いします。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。盛り上がっていてですね、いい試合を期待したいところですよね。そうなんですよね。どこから応援が出て、どこからブーイングが出てるのかわからないくらいですよね。ですから私たちとしても場内の声の迫力というのも今日は楽しめそうです。さあ、まもなく試合が始まります。今ゲームが始まりました。山口対コンサドーレ札幌、エキシビションマッチが始まりました。試合の入り方どうでしょうか。庄司、もう一度、さあボールが抜けてくる、上げる、さあどうだ、クロスを入れてきましたけどもね、ちょっと合わなかったでしょうね。今みたいなアリー気味のクロスなんかはね、効果的ですからね、どんどん狙ってほしいですよね。チャンスでしょ。いいところ、弾かれます。スルーパスからチャンスを作りましたが、ものにすることができませんでした。足元ではなくて、やはりこう少しスペースに出してるボールがね、非常に効果的ですよね。前半最初のコーナーキック、上げる、このボールはクリアです。こういったセカンドボールをしっかりと拾うことによって、自分たちの時間帯を作ってますよね。では取られます。河野、左側は上がる、ここはファールがありましたか。内村、さあここでカウンター、荒野、ボールはうまく合わなかった。果敢なディフェンス、小池、渡ります。先へは進めない。いいボール入りましたね。フリーでしょ、しかも。前線へ、スライディング、ボール繋がりません。ジュニーニョ、切り込めるか、上坂、いいですね。ギリギリのところ、レフリーオフサイドを取ります。やっぱり縦パス1本でチャンス生まれてきますからね、もっと狙っていくべきだと思いますけどね。ボールは渡る、そのまま打つ、キャッチします。小池、スペースを狙ってきます。攻撃は続きませんでした。トクラ囲む、人数をかけます。
ここで上げてくるか。スルーパス、パスが通る、打つ、パティック、ここは体を落ちてクリアします。前半40分を過ぎました。駆け上がっていきます。ドリブル切れてます。岸田シュート、オフサイドです。ロングフィード、サイドのスペースを使います。ヘディング、これもオフサイドですか。前半終了、試合はハーフタイムに入っています。お互いに決め手を欠いた前半、ゴールネット裏シーンはありませんでした。ここからでしたね。前半で相手の攻撃パターンはある程度分かったはずなので、それに対してどう対応し決定機を作っていくかでしょうね。ありがとうございます。さあスコアレスのまま後半へと続きます。後半キックオフです。引き締まったゲームになってますけど、終わるとは思いませんよね。大きくサイドチェンジ、これ一度相手を広げておいてってことですよね。さあ展開があるか。ここでファールがありました。イエローカードです。ですがフリーになってる選手がいましたからね、あえて止めた形でしょうね。先ほどのファールです。おお、いいボールだ。ヘッド、ゴール。後半にゲームが動いています。フリーキックに頭で合わせてきました。いいシュートでしたね。焦らず落ち着いてしっかり頭で決めてきましたからね。1対0先制しています。後半立ち上がりのゴールでしたね。まあここから相手が修正してくる前にもう1点取りたいですよね。宮城左サイド上がるか。ボールつながります。後半始まって5分経過。山口、後半に入り1点のリードを追うという状況です。ピンポイントで合わせてきましたが、このヘッドは決まりませんでした。後ろから飛び出してくる選手は捕まえづらいですからね。どんどん前線の選手を追い越してもいいんじゃないでしょうかね。取られてしまいます。
く当たります。チャレンジはしません。後ろに流す。後半14分にここで選手の交代があるようです。2列目からの飛び出しができる中盤の選手もいたんですね。ホナンさんがここで飛んだ星ですからね。前線だとやはり大志望なんかで飛びにくい、その後ろから2列目の選手の中盤を入れたということなんですけどね。アラノ、この試合アシストを記録しています。アラノ、メンバーチェンジがどうやらあるようです。もっとこう前線で動きをつけたりとか、やはり何かこう相手を拡大するような動きを作りたいと思ってましたね。誰に当ててくるのか、ボールを下げてリズムを作るか。岡本、スペースを狙います。どうだ、この返す。素早いパスで攻め上がっていきます。さあどうする、クロスを上げる、ジュリーニョ、カウンターを仕掛けていきます。切り込むか、オープンなゾーンだ、クロスが入る、ダイビングヘッド、ゴー、コンサドーレ突き放します。冷静にヘッドで、それもダイブで決めました。頭から飛び込んでね、簡単ではないシュートだと思うんですけどもね、しっかり決めてきましたね。着実に得点を重ねていきます。2対0、1点と2点の違いは大きいですよね。ここから非常にリラックスして試合ができると思いますよ。インターセプト、これはつながりませんでした。小池、ボールは渡る、岡本、足元へのクロス、どうだ、庄司、早いタイミングで上げてくる。こういったアーリークロスはタイミングが合えば面白いんですけどね、ディフェンスも対応が難しいですからね。庄司、浅いところからボールを入れてきます。攻め込んでいましたが奪われます。攻め上がっていく、渡ります。さあスペースを狙う、もう時間がない、パス交換、右側から上がっていくか、山口ボールになります。これは出てしまいます。
ロスタイムは1分です。小池中央へ、ここで笛です。コンサドーレ勝ちました。さあ七海さん、今日のゲームどうでしたか？札幌としては試合が進むにつれてどんどん調子を上げていきましたね。その中で自分たちをコントロールできたことがこの勝利につながったんじゃないですかね。はい、ありがとうございます。さあそろそろお別れの時が来ました。この試合の解説は北澤豪さん、そして七海ひろしさんでした。いろいろなお話ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。コンサドーレ勝利を得ています。